はい、こんにちは。ブレインバスタープログラムに関しましては、いかにね、自分の脳を捨て去って自分とは無関係と言われるような人の脳みそになっていくかっていうことなんですよね。前回のね、動画で、ちょっとこれシリーズ違うんですけども、なんでね、ちょっとテーマだいぶ変わりますよ。なんでこの日本国内に問題があるのに海外支援を日本政府はするのか、そういうふうな NGO に参加する人は国内の問題をねほっといて海外の問題ばっかり、サポートしようとするのかって、こういうね、言ってみれば的外れな質問をする方がいるんですよ。これ一見的外れじゃないような気がするけども、大いに的外れなんですよ。理由はいくつもあるんですけども、本当考えればキリがないぐらいあるんですよ。そのことに思いつかないってことは、もう自分主体の脳になっちゃってるんでしょうね。で、もともとこの日本が昭和20年から現代に至るまで急速な発展をしたのはなぜかっていうと、焼け野原になったこの日本に世界中から援助の手があったということなんですよね。で、10年もしくは20年ぐらいで日本は高度経済成長を迎えるわけなんですよね。じゃあこの高度経済成長は日本だけのものですかって言ったら、そうではないです。世界中の支援があったから成し得たわけなんですよ。だから今そういうね、支援をしてくださった国々を追い抜いて、トップクラスの先進国にならしていただいた日本は、今度はずっとね、助けてくれた人に手を差し伸べる義理や人情があるんじゃないかなと思うんですよ。自分はもうトップクラスになったから関係ねえよ、今まで踏み台になってくれた皆さんありがとうね、お金も返してくれてありがとうと、返さないよではないと思うんですよ。これからが豊かになった日本からの責任、恩がある国々を引き上げていくってことができるんじゃないかなと思うんですよね。ある意味日本っていうのは、あらゆる国家に対して前向きなんですよね。例えば今ね、米中問題っていうのがありますけども、日本っては あんまりよく思われないですけども、中国とも仲良くやっていこうと思ってるんですよ。とりあえずそういう考えは否定されがちなんですけども、アメリカとも今まで通りうまくやっていきたい、でも中国とも仲良くやっていきたいっていうふうに思ってるんですよね。で、中東の問題ですとか、その他の問題とか、要するにね、どんな国とも仲良くできる、あらゆる国をね、コネクトしてくれるようなね、そんなハブ国家が日本なんではないかなと思うんですよね。しかも、ほとんど単一民族なのにですよ。本来でしたら、アメリカのような多民族国家が世界中の国と仲良くやる力量があるはずなんですけども、そうではないと。で、中国もたくさんの民族がいるのに、なぜかね、それを一つにしようとしているというね、自由がなかなか難しいっていうところがあります。これはですから、自分の主体的な脳を譲らないところからお互い来てるんだと思うんですよ。社会主義にしろ資本主義にしろですよ。で、ブレインバスタープログラムの話に戻りますけども、いかに他の人の脳みそになるかってことで、前回男性は女性の脳みそを体験すると、女性は男性の脳みそを体験するというものがありました。一つの例としてね、ダンスパーティーっていうのがあるわけですよ。ね、ブレインバスタープログラムのダンスパーティーっていうのが。これはですね、男性は女性になり、女性は男性になって、いつもは男性から女性を誘う。それを入れ替えてみようかってことなんですよ。いかにね、女性が男性になって、男性の立場になって女性をデートに誘うのが難しいかってことが、女性に分かってもらえるんですよね。そして、女性役をやってる男性は、いかに自分に声をかけてもらうことが難しいかってことにも気づくんですよ。ですんで、思い返しをするなりね、立ち振る舞いを丁寧にするとかね、テーブルマナーとか、合コンに行ったらサラダ沸きましょうかとかね、レモン絞りましょうかっていうようなことで、いろいろとアピールしようとしているところもあるし、男性は男性でね、細かいことを言わずに割り勘も自分がなるべく多めに払うみたいなことでね、男気見していくとかね、あんな感じでそれぞれの男性らしく女性らしくを演じようとしてるんじゃないかなと思うんですね。で、最近はね、このらしいって言葉すら批判の対象になるわけですよ。どう考えてもね、男性らしいとか女性らしいって存在するんですよ。存在するけども、それはね、男尊女卑とは全く関係ないんですよ、このらしいって言葉には。なぜかそのらしいって言葉を使ったら、男性らしいって何ですか、女性らしいって何ですかとかね、そんな問題はクリアした上で使ってるんだっていう、ね、っていうことで、あまりにも低レベルな論争にね、未だに巻き込まれてしまうこともあると思いますけども、それも全てブレインバスタープログラムを通せば全くなくなります。なぜなら、その瞬間その言葉を使うからといって思想を全て支配してるわけではないってことなんですよ。
便宜上使ってるだけとかね、まあ、他にもいろいろと話したいことあるんですけども、そんな感じでね脳を切り替えていくってことになります。あとねやっぱりね、私は男性として女性になりきることをこの率先してやるわけなんですけども、まあ、街に出てね、私なんて広島県の福山市に住んでますけども、福山市駅前に、出てですね、こう肌から見ると気持ち悪いかもしれませんけども、でも真剣にやってるんですよ。男性が2人女性になり変わって、そして女性になり変わってね、女性の歩き方も男性がね女性の歩き方するのって結構難しいんですよ。なぜならこう足があるじゃないですか、真ん中にもう一本ね足がありますよね。だからね、ちょっと大きくなるわけなんです、歩き方がね、うん、で女性は今度逆にまっすぐ綺麗に歩くんですけども、男性的に歩こうと思ったらわざとね汚く歩かないといけないんですよ、これね。だからね、女性は男性化しようと思うと、いかに偉そうにいかに、無礼にやるかが男性的であるっていうふうな認識なんですよ。これ私たち男性としては大いに反省しなくちゃいけないんですよね。で、私たち男性が女性の役割をするときって、いかに控えめに、いかに小さく歩くかってことが女性らしいにつながってるというふうな認識なんですよ。これもね、反省しなくてはならないですよね。もう完全にこういう態度、男性が女性を演じるときにどうするかによって、もうね、精神的な男尊女卑がそこの中に入ってるんですよ。男性は横柄であれ、男性は偉そうであれ、男性はもう、ね、乱暴であれみたいな風に女性から見られてるらしいですよ。で、男性が女性を演じるときはそのようにいかに控えめにとかね、いかにね、おとなしくみたいなことなんですよ。要するに心理的にそういうことを男性は女性に強要してるってことがね、そこで現れるわけですよ。他にも様々気づけるところがあったんですけども、もうこれキリがないですよね。でもね、なんていうんですかね、着替えにしてもね、男性は女性に比べて着衣がね少なくとも一つ少ないんですよ、ね、その私たちは、まあ、T シャツの下に着るもんないんですよね。でも女性はその下にもう一個着るわけですよ、下着を。でそういうのを一生のうちに何万回と繰り返すわけですよ。それは心理状態変わってきますよね。でそういうふうに衣服に着衣にかけるコストも変わってくるし、デザインに意識するところも男性と女性は大いに違うんですよ。毎日ですからね。だから女性の方が経験値としてデザインセンスは上になっていくんですよ。ただ残念ながらそのセンスを表現する場所を男性が与えてないっていうところが大いにありますね。まあまだまだ他にもありますけどね、なんかキリがないんでこの辺にしたいと思いますけども、ブレインバスタープログラムはこのようにですね、どこまで自分を捨てて他の人になれるかってことへの挑戦なんで、コンテストもあるんですよ。最も自分の立場をかなぐり捨てて他者の立場になりきった人は誰なのかとかね、まあ、そしてそのブレインバスタープログラム終わって実社会に帰っていった時に必ず自分に大きく反省する場所があるんですよね、まあ、ですんでその気づきを半年間私の方にレポートで毎日送っていただくようになりますんで、180件のレポートが集まることになりますけども、だいたい自主的に1日に2通3通と送ってくることになります、まあ、ですんでね、それをするぐらいだったらそのレポートをブログ化して書籍化して販売したらどうですかって話になっていくんですよね。半年だったら180通とか200通以上になるんですよ。ちょうど文庫本1冊分くらいになりますんでね、本当にね、このブレインバスタープログラムを通じて出版にこぎつけた方もいらっしゃいますし、まあ、Amazon でナンバーワン取ったりとかね、なんか小さいんですけども、人生を変えるきっかけっていうのは、本当にブレインバスタープログラムで参加した方はね、もう、のべつ幕なしに手に入れたんじゃないかなと思いますね。まあ、花井龍馬さんがね、言われる考え方の違いとか、行動の違いっていうのも、大いに、大切で必要なことだと思いますので、それをねきっかけにいろんな気づきに向かっていただきたいかなというところですね。はい、またゆっくりと話しましょう。このブレインバスタープログラムはかなり受ける前と受ける後別人が形成されますので、いかに、ね、別人になっていくか、多重人格みたいな感じですね。だからね、いってらっしゃい。